こんにちは、鏡フィールドアーチェリークラブです。今日は、当社場の施設の紹介をしたいと思います。フィールドアーチェリーだけではなく、こういったターゲットの練習もできるような施設を完備しております。まずこちらのコースが90メートルの射場になります。そして隣に行った方が、隣が30メートルの射場になります。またこの一段上には50メートルの射場もあります。こちらがコンパウンド棒という弓の種類になります。こちらについているサイトというのは的を狙うための照準器で、こちらの棒はスタビライザーと呼ばれるバランスを取るための機械になっております。で、このコンパウンドの主な特徴は、両方に滑車がついているのが、一番の特徴になっております。今日は実際に打ってみますね。